皆さんこんにちは、ネガティブモンスタースカです。お願いします。皆さん、ポッキータワーって知ってますか？立って立って、横横ってずっと交互に積み上げていくタワーのことです。今日はですね、そのプリッツバージョンをやろうと思います。3箱買ってきました。逆だ。それでは早速もうやっていきます。まずはですね、このつぶつぶシュガーコートプリッツから開けていきたいと思います。こんな感じとなっております。それでは早速1本目スタートしたいと思います。お、あー、どんどんね、やっていきたいと思います。丁寧に、最初が肝心ですよね。最初丁寧にやらないと後が怖い。怖い。手先が不器用なんでこういうの怖いですね。残り少なくなってきました。1箱目今んとこ順調ですね。はい、お、あと折れてるんでこれがラストかな。はい、あ、はい、1箱目、つぶつぶシュガーコートプリッツ一箱目終わりました。上から見た感じだとこんな感じですね。横から すごい。二箱目にね、チャレンジしていきたいと思います。二箱目はトマトプリッツ、開けます。中身はこんな感じですね。箱目の1本目乗せます。すごいいい匂いがする。あとでね、独り占めで美味しくいただきます。すごい慎重な作業ですね。このなんかカク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 って、このカなんかカクカクしてる部分がちょっと安定してるのかもしれません。2箱目も残り少なくなってきました。慎重に頑張ります。
2箱目ラスト1本です。お、2箱目のせありました。2箱目のせありました。なんかだんだん左に寄ってきているような気がしますが、3箱目ラスト頑張ります。3箱目は定番のプリッツ開けていきたいと思います。3箱目の1本目乗せていきます。慎重に、ラストだから慎重に乗せていきます。やばい、わあ、3箱目の最初で倒れてしまいました。綺麗に倒れましたね。ちょっと残ってる。